改めまして、都内を中心に活動しているビジュアル系ロックバンド、ヨガレッツでベースを担当させてもらっている神奈川県大和市に生まれて、神奈川県に行ったり、小学校に行ったり、そこでのクラブチームはバスケットボールやったり、6年生の時京都奈良に修学旅行に行ったりして、ベースのテイカとリオです。お願いします。ツッコミないからこうなると、今日はでいつだかさ、中二病の話するみたいな時にさ、スクールバッグにさシールを貼ってたよみたいな、シールというか自分で雑誌の切り抜きを話したら、ちょっと俺作りたくなってしまいまして、まあ俺とリオでさ、オリジナルのイカしたバッグを作って、まあいい感じにできたらこれ見てくれてる人にあげようか、全然ですっていう企画です。まずちょっと俺シナモンとクロミちゃんがあるんだけどさ、俺クロミちゃんの方がいいな。シナモンの方がいい。5000円ぐらいでしょ。5000円ぐらいでしょ。これは1000円とかなんて良かったの。いやいや、でもまあまあこれはね、まだ5000円だからね、もうもらった人使いますよ。うん、俺たちのさ制服のイベントとかさ、うん、ね、うん、確かにインストとかで使うかもしれない。はい、でどんな仕様にするか、ちょっとじゃあおのおのちょっとアイテムを紹介するか。うん、じゃまずポスターね、手を描いたり文字を描いたりして中二病な感じで作っていきたいのが絶対必要ですね。これが肝だよね、ポスターが。あとアロンアルファ、うん、もうこれがあったらもう全部シールになります。なる。じゃシールない人はもうアロンアルファ買ってくれたらもう雑誌とかもう入るんで、うん、おすすめです。そう、でも一応じゃあこっちのシールもあるんで、うん、まあそう、俺がリオにあげたやつ、遊戯王シール、ほんと俺があげたシールを全部人にあげる。開けてないです。そうそう。で、あとはこの安全ピン。ああ、いいね。安全ピンはだってどう考えてもつければつけるだけかっこいいからさ、安全ピンね。はい、ドーン。これで俺は勝ちました。その昔やってた自分より俺は進化したいの。ああ、じゃあ今の板バッグ。そう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 、なんかさ見たことない。はいはいはい、あのアニメイトの近くに。そうそう、でもその自分でさ透明なのに入れてみたいな、はいはい、ダサいでしょ。いや、ひどい。やってる皆さん、これ自分でちゃんと作ってください。はい、もう見えてきたよ、うん、もうこんな感じです。俺はもうみんな分かっちゃってると思うけど、うん、俺の相棒の両側バッグで、うん、両側モデルのスクールバッグを作りたいと思います。え、俺モデルどうしようかな、まあ、ちょっとやりながら考えてみます。うい、じゃあ作るか、うん、こんななんか立派なバッグって思わなかったな。まず色に塗った方がいいね。頑張った試合よ。うん、あの時はまず俺ヒデさんのさ切り抜いたのをめちゃくちゃ雑誌のさ、やっぱ切り抜きやるのが一番かっこいいからね、うん、結局は。こういうのやってるとさ、あれめっちゃ思い出すんだよね。中学生の時にさ、これあの上履きを蛍光ペンで黄色ので白い部分を全部真っ黄色とかにしてた気がすんだよね、俺の記憶だと。いや、わかるよ。俺マッキーでやるよね。我でジャッキーって書いてある。そんななんかやばいことはしてないんだけど、普通にもう黄色にしてる。とりあえず星かけました。お、いいね。お、めっちゃ綺麗に出てるな。銀がいいよ。むずいな。いいのゲットしました。リョウガのアッキー発見しました。大量にある。これ作ってよ。あー、何作ってよ。あ、ゼロヘルツにしてるぜ。あ、俺のテーマ。うん、こういう図工みたいなの久しぶりだから楽しい。面白い。ただアイデアが止まんね。アイデアマン。アイデアマンだな、本当俺。もう止まらない。これいいな、お材料が。イデアの時みんなかっこいいな。すげえ天才なことが出てた。何て言うの？このアイデアかなりいいみたいな。さあ、俺の見ないで。見てる見てる。俺のリオの見ないようにしてる。そうね。お互いのアイデアを発表して、バラバラ動画いいですね。うん。わ、すごいな。龍馬だけ粘れるもんね。すごいですね。贅沢使い。うわ、天才かも。あ、大胆にこれをね、切っちゃう。おお、すごいね。めちゃめちゃ大胆だ。すごいでしょ。これに、ね、本当に倒して。あ、いいな。絶対いける。流行るかもな。あっち、うまく作れた？いや、これね、マジ危ない。ここ開けて、中、うん、いい。いいよ、できました。はい、じゃあできましたか。できました。じゃあちょっと、じゃあ俺からいこうかな。うん、まず俺からね。はい、俺はこれテーマがあります。テーマはもう龍馬です。見てください。アルティメット龍馬ドラゴンです。いい加減にして。仕掛けがあるな。え、そうそうそう。で、まずここ見てもらって、アルティメット龍馬ドラゴンでかっこいいじゃん、うん、で、これ帽子かぶってます。
見て。リョウガの帽子かぶってます。リョウガがリョウガの帽子。あ、そう。で、マーク見てください。キャップなんだ。リョウガの顔です。本当だ。ラインみたいになってる。あの、ニューエラのシールみたいな。そうそうそう。で、見て、この爪の手を見て、リョウガの顔が出てきます。あ、なるほどね。で、翼もリョウガの顔です。やばすぎだろ。で、すごいでしょ。で、ここにも見て、手下のサバイブリョウガが2匹見てるんですよ、こっちを。あ、ちょっと弱そうだね。これね、ちょっとあの、カメラに向かってちょっと引っ張ってみてほしい。その引っ張れって書いてあるの？そうそうそう、ギミックがあるんですよ。え、いいっすか、引っ張って。うん。これどうせ龍河なんでしょって思うじゃん。これ俺の顔です。っていうのドッキリ。お前が見てください。すげえ。ドッキリです。あ、ほんとだ。そう、てっきりさ、もうまた龍河じゃん。確かに、すまん。じゃあ俺です。これでね、ドッキリでまあ2度3度楽しんでもらって、すごいすごい。あのすごい、なんかデザイン性もすごい豊富だもんね。そうそう、ここの顔変えれるように、これもらう人のためにじゃあスペアで2枚くらいこれも入れとくんで。あ、いい、ね、あ、じゃあその日の気分で。気分で変えてみてください。まだあります。まだあるここに量がいるでしょ。そんだけあってもうさすがにないでしょ。ないと思うじゃん。うん、見てください。量がのチェキも1枚つきます。マジ？でもそれあれじゃないか。今回のグッズ。ニューグッズです。あ、そうやって使うんだ。そう。なるほどね。で、まだあります。じゃじゃん。グロミちゃんかと思ったら、リョガ耳のやつで、いやもうさすがにこんなさ、中に何も入れてくんないよ。はいはいはい、はい、あ、それポーチなんだ。一番リョガの顔が。そうそうさ、なんかギターのピックみたいにすんのやめてくんない。こう、ピックにして、こう弾けます。あ、じゃバンドもできると。そうそうそう、バンド目指してる子はこれをピックにしてもらって。めちゃくちゃ腹立つのあります。これもつけます。あとは何かあったんで、これあのチケットホルダーを入れてます。あとあのこのおいいな、それ限定のやつ、ね、ベノマスバグノイズのファイナル公演でしか買えなかったラバーバンドも入れといて、あとこれリョウガのアクリルスタンド、あ、それ激レアじゃん。で、なんかあのこう使っておいてもいいですし、このままでもいいですし、いいですし、ね、優しい。これはこんなところでしょうか。ズバリリョウガバッグです。あ、ちょっと俺のお願いで1個だけ缶バッジ追加で入れといてあげて。ああ、いや、もう3個入れよう。もう特別リョウガの缶バッジ3個つけます。すごい。これはもうアルティメットリョウガドラゴンの力です。それ手に入れた人はさ、あの自信持ってそれで来てほしいよね。いや、そうだね。でも学校にはこれで行った方がいいし、そうだ、ね、で学校でさ、この顔友達の顔とかにしても面白いから、うん、あ、それで友達できるもん。そうで、どうせリョウガなんでしょと思ったら友達の顔 で友達も増えます。いいいいいいことしかないです。そこまで考えてた。はい、これで学園生活楽しんでください。ちょっと嬉しいです。はい、じゃあ俺いいですか。あ、すごい。俺結構ね、あの装飾こだわったんですよ。まず見てほしいんだけど、こんな感じです。うわ、痛いなそれは。いや、でもちょっとかっこよくない？かっこいい、すごいでしょ。これいいよね、このさ、一回切って。そういう使い方したんだ。そうそうそう、もうこれはアイディア、もうミスターアイディアマンのこと俺だから。すげえ。ここにラバーバンドいっぱいつけて、で、缶バッジもついてるんだけど、やっぱ俺定価と違うのは、量が無駄遣いしたくないの。ん？量が無駄遣いしたくないの。だからその、だからここに、あ、これ新しいやつよ。あ、そうそうそう、新しいやつ。おい、なんかさ、いや、わかるけど、うん、この、なんか逃げたよね。この、大衆向け。だけど、だけど、俺、まずね、量が無駄遣いしたくないけど、見たいじゃん、それは。そう。この、ね、まあ、量がいないじゃん、だって。ほら、どうしろって。俺どこ？うわー、ありがたい。ありがたい、この気遣い。いいですね。いつでも見れる。っていう感じのシステムだなって思います。めっちゃ可愛い。で、これさ、新学期から使ってもらう手でさ、やるんだけど、さっき手がこれの中にリョウが言ってたじゃん、リョウのピックね。これはちょっと友達、俺も作ってほしいなと思って、ゼロヘルツの缶バッジ。ああ、もう配って、配達前ね。そう。いっぱい入ってるから、ちょっと指だけ気をつけてもらって、うん、そこらはもういっぱい。確かに友情の証で。うん。友達できたら、この中から缶バッジをプレゼント。3人でお世話になった人に配って。そう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 。めちゃくちゃ可愛いじゃん。新学期でこれ教科書入れた瞬間、これ終わるんじゃない？そう。重み耐えれる。確かに。まあまあ気をつけて使ってもらってね。うん、まあ教科書なんて持っていかないから。やっぱその右下のワンポイントのロゴも可愛いっすね。うん、いいね。これをさ、相手のセロハンテープなのがね、結構熱いよ。いいね。塗ったりとかではないもんね。そう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 。もうこれはね、俺マジでやるっす、セロハンテープ。めちゃくちゃいいじゃん。まあ中は何も入ってないんで、裏だけ見てもらえばいいんだけど、これさ、これ何のバンドってなるじゃん。うん、これ一応ロゴは書いてあるんだけど、読めないじゃん。はいはいはい、だから、何を説明するかってやっぱ曲聴いてほしいのよ。だから裏に、はい、4月13日わー、さすが、ありがたい。カディアックすげえ。これ、こっち見て、え、それ何？ちょっと聞いてもらっていい？うん、要はえ、そのバッグ何？お、もうこれだけ、もうこれで買える。絶対聞こう。言葉いらないもん。ほら、すげえ。確かにこれ広告塔になるんだよ。え、じゃあさ、ちなみに電車乗っててさ、知らない人に教えてあげたい時とか、どうやっても。逆に、あ、なるほど。まあ、もうそっちなんだ。そしたら、リュックみたいにこうやって持ってもらえると、両面でさ、俺たち楽しんでもらえるから。おー、いいね。CM いらないんだって。広告いらず。いや、これは頭いいわ。
でもこれ今までにさ考えついた人いないんじゃない？いないと思うね。これ確かにこれをやっておくだけでさ、もう雑誌の量にもはるかに効果が出る。学校中の人がもう聞くことになる。めちゃくちゃすげえじゃんそれ。もうせっかくなんで涼花さんにちょっとどっちの勝ちか決めてほしい。そうだね。うわーこれめっちゃ悩むな。え、ちなみに企画的にはビタバッグを作るっていう。そう。うわーめっちゃ悩ましいね。じゃあ最後に一個ずつだけちょっとなんかもう、うん、俺はもうここにかけましたっていうのだけ教えて。このねやっぱ帽子のこのマークもこの小さい涼花ねここに可愛いんですよ、ね。これがすごいいい顔してる。はいありがとうございます。リオさん。あとはは、い、リオさんの説明が。俺はね、もうただただこれが当たったして、これがバッグを好きな感じ。いや、そうね。あとは俺の精神を詰め込んだこの安全儀がちょっとポイントかな。 ありがとうございます、うん。じゃあ結果出ました。結果発表、これ本当にめちゃくちゃ僅差なんですけど、リオさんです。おはようございます。まあ、でもこれはちょっと俺も負けてもしょうがないかなと。やっぱ、ね、いいクオリティ？板バッグって俺もイメージできるそのごちゃごちゃ感とかめちゃくちゃ良かった、ね。これちょっと普通にかっこいいの作っちゃう。そうね、結構なんかモードっぽい感じで、そうファッション系で、ね、モード系になっちゃったから、うん。でも定価の方で俺一番好きなのは、うん、俺のお尻に生えてなんかシャモジみたいな。これまずこれさ、俺まずそう俺のシャモジだよ。そう思うじゃん、はいはい。俺まず本当はこれを右手にする予定だったので、他の涼花の剣を作ろうと。ああなるほどね。と思って腕作ったらなんかちょっと細すぎてこの腕の部分がね。だからもう考えました。尻尾にしてドラゴンにしちゃいました。あすげえな。それも結構ね良かったんだけど。これグッズ化しようか、この量がシャモジめっちゃ可愛いで、結構街中歩いててもさ、やっぱそういうバッグ持ってる、うん、最近いっぱい見るから、なんか俺らのアイテムでもね。え、見る見る、アニメなオタク。そうそうそう、アニメとかの、うん。いやそれこのドラゴンみたいな人は初めて見たけど、うん、いいよね。確かにこれでもう俺らはビジュアル系盛り上げていこう。そうね、ちょっとみんなもぜひやってみてください。これはもう特別にこのバッグ2名様で、もう選べないです。どっち当たっても嬉しいもん。そう、もうこれが当たったらもう本当にすごいことです。応募方法とかは概要欄の方に書いてるんで、はい、ぜひこれを当ててみてください。はい、この動画が良かったなと思ったり、この涼花のシャモジが欲しいななんて思った人は高評価とチャンネル登録の方も何卒よろしくお願いします。お願いします。僕ら今ツアー頑張ってると思うんで応援してあげてください。はい、お願いします。ぜひ。じゃあまた明日、バイバイ。うい。昔から夢もなく周りに合わ